ナルト激闘忍者対戦3実況プレイ続きやっていきます。今回は、今回の、3から導入されたスリーマンセルを、スリーマンセルでちょっとご紹介したいことがあるのでスリーマンセルをちょっと収録しました。基本ダイジェストみたいになるんですが、スリーマンセルではキャラクターを3人選んで3人ずつ選んで、勝ち抜き戦みたいな感じで進んでいきます。で、こう例えばナルト、サクラ、サスケという風に第7班で組むと必殺技が奥義が変化というか、まあ、合体奥義っていうのができまして、でこの関係のある3人でスリーマンセルを組むと、強い奥義になるんですね。でそれでいろんな組み合わせでこう選んで奥義を出しているので、そのパートにしようかなと思います。基本ダイジェストで実況もなくトントントンと行くので、まあ流しにしていただければいいかなと思います。まあこの第7班の3人とか、ここの砂の3人とか、紅班とか、アスマ班とか、いろいろ組み合わせを決めて合体奥義を出してますので、楽しんでいただけたらなと思います。ちなみに合体奥義の出し方は、体力ゲージの下にあるキャラクターの顔のところに合体奥義っていうのが出るので、それが出てる状態で後ろ X を押すと発動します。ちなみにこの合体奥義というのはチャクラを消費しないっていうわけじゃないですけど、チャクラが満タンである必要はなくて、チャクラ0でも発動することができます。で敵に当たって合体奥義を発動させないとチャクラは消費されません。なので合体奥義は何回でも発動することができる結構便利な奥義になってます。まあ、スリーマンセルのこのモードでしか使えないので限定はされるんですが、まあまあこの激忍3で導入されたスリーマンセルを十分に楽しむシステムかなと思っています。ではではダイジェストで合体奥義ご覧ください。どうぞ。勝負あり。渦巻きナルト。俺は絶対火影になる。いざ慎重に。三本目。始め。決まりだ。無駄だ。やるか。捕まる。いや。どら。捕まる。どら。どら。勝負あり。なら捕まる。あー疲れた。やるや。これで終わりだ。もう来ね。出番だ。遅れるなよ。ネジ。レジ。悪いが、これが現実だ。手助けしよう。私、頑張る。
勝負あり。さあ、あっ、やっほー、今くん、あっ、やっほー、よくやったな、赤丸。エヴァン。ガラ。ガラ。ガラ。ガ。勝負あり。ガール。まだ物足りないんだ。桃地ダブ。くだらねえ。完全燃焼だ。さあ、来ていこうか。そこだ。どうだ。甘かったでしょ。勝負あり。畑かかし。まだまだ修行が足りないな。一丁やるかの。ジライヨ。だ。よ。ジライヨ。だ。勝負あり。ジライヨ。お前才能ないの？はい、スリーマンセルのその三人。合体奥義をダイジェストでご覧いただきました。編集上では同じ動画なんですが、かなり、時間が空きましてですね。お金も貯まってきまして、ショップを見たところ、組手が登場しましたので、組手を購入したいと思います。三代目ホカゲも買えるんですが、ここは一旦我慢して、今回は組手を購入しました。では早速、シングルプレイの組手、やりたいと思います。で、組手なんですが、2の方では、ガーラを使ってやっていたので、同じくガーラ使っていこうかなと思います。で、敵はですね、おぼろ分身。これは、中忍試験の、わ、なんか落としたね、いきなり。結構落とすね。中忍試験の、予選じゃないか。その、死の森の時に、ナルトたちを襲った滝隠れでしたかね。の、おぼろ分身が、組手では敵として登場します。3では多分これしか登場してくるところなかったかなと思います。で、前作同様、レベルかける7の数の敵を倒すとレベルが上がっていきます。なのでレベル1の場合は7人抜きをするとレベルが2に上がります。で、レベル2の場合は、2×7 で14人。なので、全体で何人ですかね。21人か。21人倒すと、全体で21人を倒すとレベル3に進みます。で、なぜガーラを選んだかというとですね、まあ、その、まず砂の攻撃の範囲が広いということと、このコンボ、この瞬間移動するんですけど、瞬間移動するときに、
次の敵をホーミングする癖というか、まあそういうあれがあるんですよ。その次の敵を勝手にホーミングして、あ、こんな感じで次の敵の真上に現れるようになるんですよ。でそれが結構便利なので、僕はガーラを使って組手はチャレンジしていってます。まあ2の時はこれでかなりお金稼いだので、で確か2の場合だと札束をゲットすると200両だったと思います。で小銭を拾うと50両だったと思います。で巻物はスーパーアーマーなんですが、スーパーアーマー中は確か代わり身できなかったので、なんかよしやしではあるんですよ。でもまあアイテムとして出るので一応拾っとこうかな的な感じですね。でお金集めをするにあたって積極的に札束は拾っていった方がいいです。この札束は結構バカにできなくて、たった200両でも、確か200両やったと思うんですけど、結構かさ増しできるというかいけるんですよね。まあ、1人当たりいくらっていうのも一応あるんですよ、計算で出せるんですけど、それでもやっぱりお札これですねは拾っとった方がいいです。まあ無理して拾ってダメージ食らうっていう時はまあちょっと諦めますけど、まだレベル4とかだったら全然拾いに行けるので、逆見ちゃったね、全然拾いに行けるので、まあ積極的に拾っていくべきかなと思います。あとガーラのこの上 B も勝手に次の敵をロックしてくれるのでかなり楽なんですよ。ラーメンか、ラーメンちょっと欲しいな。ラーメンが一番回復量の大きいアイテムです。だいたい5分の1ぐらい回復しますね。おー増えたね。で地味になんですけど、マイクを変更しまして、マイク変更したんですよ。全然関係ない話ですけどね、この実況するにあたってマイク変更して、ちょっと動画の音量とかも調整しました。ていうかまあちょっと編集で調整をするつもりです。多分調整できてると思うんですけど、まあちょっとそのマイクを変更したことでこもったような声になってる可能性っていうのもあるんですよね。まあそれは実際収録終わって確かめてみんとわからないんですけど、まあしばらくこのマイクと、まあもう一本マイクあるんですけど、まあ気分で使い分けていこうかなと思います。ちょっと5人になってくるとアイテム拾うのが難しいですね。それだけか、それだけか。体力もまあまあ削られてきましたからね。
それだけか。おお、失敗した。下段やったね。こいつその足元からクナイを投げてくる技をしてくるんですが、下段技を当てればキャンセルできるんですよ。まあ当てれればの話なんですが。よし、レベル6、ついに100人抜きか。100人抜きは結構なんかこう片手間にやってもいけるかなと思います。くそ、間に合わんかったか。本当の勝負は200人超えてからなんですよね。200人超えてくるとかなり強くなるというか、敵がものすごい増えるんですよ。一気に9体とか相手にするんですけど、なんかどっから攻撃が飛んできてるのかがまずわからないっていう、そこからなんですよ。今はまだそのロックしてる、注目してる相手からしか攻撃が来ないんですよ、このレベル6、7ぐらいまでは。ただ8、9ってなってくるとどこからがともなくクナイが飛んでくるので、それにさえまあ注意できてたらいいかなっていうぐらいですかね。はい、でもそれでも本当にダメージ積み重なってやられちゃうんですけど、でも組手が出てきてくれたのはかなりラッキーですね。出現条件がどうとかっていうのはちょっとわからないんですけど、おお、いけた。でも前作は確か組手1万両だったと思うんですよ。まあそれが3500両ってなったのは結構リーズナブルかなと思います。まあそれまでずっとミッションストーリーで1回9600両を30分ぐらいかけてやってたのが、まあ組み手だったらだいたい20分ぐらいですかね。で1万両は超えるので、きた、7人か。7人つらいな。まあなので組み手の方が稼ぎやすいです。そうそう、この辺から敵がコンボ繰り出してくるんですよ。よし、開いた。これはでかい。さっきのラーメンはでかいっすね。この辺りからどっからかともなく、うわあ、もう掴みとかいろんな技してくるんですよ。なので本当によく見て動かないとすぐ体力なくなっちゃうんですよね。で奥義とかも使いたくなるんですよね。3になるとその1体だけ攻撃するっていう奥義じゃなくて、全体攻撃できる奥義とかもあるので、使いたくなるんですけど、やっぱり代わり身に使った方が合理的ですよね。ああ、もう2体ぐらいが足元から攻撃をしてくるようになってきましたね。
結構ラーメンも出てきますね。戦いやすくはなってますね。おー、次レベル8か。ついに200人抜きいきますね、これ。2匹ぐらいが足元から攻撃してくるようになりましたね。とりあえず250人ぐらいは行きたいですね。初プレイ、せっかく実況もしてますからね。200人ぐらいはサクッと、250人ぐらい行きたいところですが、ちょっと雲行き怪しいかな。行って、あの一発でかいな。うわー、くそ、マジか、めっちゃ減らされた。いやー、ラーメンがありがたい。本当にラーメンがありがたい。わー、くそ、やべえ。もう潜んなって、マジで。割り込んでくることすらも覚えてきましたね、こいつら。レベル8。よし、ラスト1体。レベル9、一気に9人を相手にする。ここからですね、勝負は。しっかりコンボ当てれたら、体力も削れるのでいいんですが、重いのかそうもいかない時があるんですよね。わー、くそー。
何人まで行った？ 260 人ぐらいまで行ったかな。おー、277。木陰、こいつ風陰ですけどね。おー、うめえ。2万両。ざっと、こんなもんですかね、組手は。いやー、楽ちんやね。だいたいこの組手で15分ぐらいなんですけど、15分で2万両稼げたんはかなりでかいですね。ナルト激闘忍者対戦3。いやー、ジライアか。ショップで、多分そうですね、組手が最後のおまけモードみたいな感じですね。では、組手をガンガンやりながらお金を貯めて三代目ほかげ7万5千両を購入した後、まあ購入し、そして一人で遊ぶの10人目のあの人を購入するところですね。一緒に購入できるまでに、所持金を稼いでおきたいと思います。それが終わったら、そうですね、まあショップの購入率も 100% にしたいので、そうですね、とりあえずはお金貯めましょう。お金貯めてステージセレクトとか難易度設定とかハンデ設定、まあこの辺のを、購入ガンガンしていって最後に一人で遊ぶの10人目に出てくるあの方の一人モードクリアして忍者ファイル購入して終わりという感じですかね。はい、ではでは、ナルト激闘忍者対戦3も次回で実況が終わってしまうのかなぁと思うと寂しいですが、まあ4も、激忍4も準備はしていますので、また近いうちに実況プレイできたらなと思います。ではでは、今回は、お金貯めて、あのスリーマンセルの合体忍術を、ダイジェストでお送りした後に組手を一回だけちょっと披露させていただきました。ではでは、よかったらまた次回、最後の最後で噛むって。ではでは、それでは次回、何言おうとしたっけ？そうそう、終わろうとして噛んだんよ。全然終わらんやん。全然終われんじゃん。ではでは、ナルト激闘忍者対戦3、実況プレイこの辺で終わりにしたいと思います。またよかったら次見てください。ペンギンでした。お疲れ様でした。これが言いたかったよね。なぜ噛んだし、なぜ噛んで忘れたし。